はい、こんにちは、勝又です。さあ、ということで今日も東京駅、八重洲地下街のキャラクターストリートですね、やってまいりましたが、今日から、3000以上で、メルリーのなんか新しいやつもらえるらしいけど、すごい今日めっちゃ人いる。レジめっちゃ並んでるよ。あ、もうみんな卒業式とかさ、ああだから男の人いっぱいいる。みんな暇なんだね。すごい人じゃん、やばくない？さあ、ということで帰ってまいりました。すごい量です。はい、こちらですね。まず大事、紙袋5000円以上、このメルティーハウスのブランドというかメルティーハウス商品関連商品5000円以上だったかな、確か。買うとこれがもらえます。あ、含むか、多分。だから何か買って5000円以上買えばもらえる。でも1枚しかもらえません。そしてドーン、じゃん、かわいいでしょこれ。メーカー希望小売価格が4400円税込みということで、これはメルティーハウスのクマちゃんですね。めっちゃもちふわでもちもちしてます。店にあるのじゃなくて新品出してくれましたね。あとはこっち、アイカツデザインマーク、じゃん、チョコメルリマスコットポーチ1980円税込みと、じゃん、マスコットキーホルダーチョコメルリ2200円税込みです。かわいい、じゃん、はい、リール付き小銭入れパスケースチョコメルリ、これが2000円のプラス税なんで2200円、リール付き。妻がなんか欲しいって言ってたんだよね。まあでもあのお会計が全部で 12,100円だったんで、3000円以上でスイングがもらえるので、まあ4枚ね。それでスイングだけじゃなくて3000円以上で、あとこれミニクッションポーチたこ焼きメルリ1320円税込み。裏がたこ焼きになってて、こっちがたこ焼きメルリがいる。今日もね、心斎橋店だけかなんか、あの大阪の方であのあれしてるんですよね、発売してる限定のものが。で4000円以上買うとたこ焼きメルリの、なんかあれがもらえるんだって、なんかキーホルダーみたいな、なんか公式ページに書いてある、なんか2個プチっていうなんかもらったけど、入ってたけど無料の、特になし。はい、ということで多分だけど他にもねグッズねあったと思うんだよね、今日発売の。わかんないけどどうなんだろう。もちもちぬいぐるみクッションメルリは、あ、これプレ版だと在庫がありません、すべて在庫なしってなってるんだ。じゃあ結構レア、普通に在庫いっぱいありました。あ、チョコメルリフーディーなんて売ってるんだ、5500円。あ、これ買おう、これ妻に着せたい。5500円、安いじゃん。まあでこれですね、プレーンメモリっていうのか、これは、あ、メルリプレーンメルリ、今回もこれをもらってきました。これと今回はチョコメルリ3枚で、そのチョコメルリ3枚を使う動画は、またその違う動画でね、動画であります。これさ、アイカツデザインマート公式のツイッターで見ないと発売してるもの何かって分かんないのかな。あった、ポップアップストア大丸梅田店、梅田店じゃないんだ、関西に期間限定オープン。今日はね、購入ノベルティオリジナルステッカー全6種、あとはこれだ、ラバーチャーム購入ノベルティたこ焼きメルリ、かわいい。
今日からなくなり次第ですね。あ、購入ノベルティ直筆サイン応募券もらったんですよ。なんか紙が月城あゆみ、キューピット役水木さん、クリムワン暗躍エイミーさん、サイン応募券、応募はこちら。なんかシリアルコードが書いてあって応募できるみたい。ジャンコードもついてる。直筆サイン入りポストカードをお届け、計100名各50名様に当たっちゃう。だってすごいね。1枚3000以上で1枚、だから5と2じゃないから1枚だけだ。何のおすすめグッズはこちらからチェック。プレミアムバンダイであるんだね。たこ焼きメルリセット3300円。え、これ安くない？あ、そんなことないか。これですね。今回は俺これだけしか買わなかったけど、売ってた確かに。チョコメルリ、まああとはそんなに。あ、予約終了。スノーメルリってやつが予約終了しちゃってるんだ。あら残念。はい、ということで、あ、完売状況だって。え、大丸梅田店これ売ってないって、ツイッター見ると書いてある。他にもね、売ってないの結構ある。入場整理券配布するぐらい人気なんだ。まあ、そりゃそうだよね。やべえじゃん。まあでもよかった、いろいろ変えて。はい、ということで今日はアイカツデザインマート行ってまいりました。またね、多分行くと思います。それでは。